セランゴール FC は、マレーシアセランゴール州、シャーアラムを本拠とする、サッカークラブである。マレーシアスーパーリーグに所属する。以前は、FA セランゴールすなわち、セランゴール州サッカー協会のクラブであった。セランゴール州サッカー協会所属のクラブとしては、以前より存在していたが、現在のクラブの形になったのは1936年。歴史ある、マレーシアカップでは、 国内最多の32回の優勝や AFC チャンピオンズリーグの前身であるアジアクラブ選手権では1967年の第1回大会で準優勝するなど国内外屈指の競合クラブ2009年にはスーパーリーグチャリティーシールド FA カップの3冠を達成2010年にもスーパーリーグとチャリティーシールドの2冠を達成している二千二十年十月二日 クラブがセランゴール州サッカー協会から切り離されて民営化されることが承認された。セランゴール FC 運営会社のレッドジャイアンツ FC SDNBHD にはセランゴール州交代士天ンアミールシャー、セランゴール州開発公社、セランゴール州政府の投資会社、セランゴール州サッカー協会がそれぞれ出資する形となる。合わせて PKNS が保有していた。 PKNSFC を吸収合併してリザーブチーム化している。10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ソース、ありがとうございます。